今回のテーマは幸せだったんですよね。幸福っていう話です。それで幸福、あらかじめのアンケートで皆さん幸せですかって聞いたら、不幸だって書いた人はほぼいないんですわ。だから今の若い人は全員が幸せだっていう、あるいはここに来る人がそうなのかもしれないけど、そういう結論にならざるを得ないので、テーマがないんですよ、本当のこと。全員幸せってバカみたいな話。だけどそれはある程度やっぱり意識なんですよね。それで、まあ、その中でね、いろんな答えがもちろんあるんですけど、私が非常に気になったことは一つあるんです。それは何かというと、こう読んでもいいんですけど、友達とお腹抱えて笑い合うとかね、部活動に打ち込んでるとか、好きな勉強してるとか、自分を思ってくれてる家族や友人、何の縛りも受けずに自由に時間使うとかありますけど、まあこれはちょっと違うかもしれませんけど、そういう非常に多いのが、それを、例えばね、一番凝ってるのは自分の欠点を友人が指摘してくれたとき、そういう友人がいるっていう幸せ。これってなんだって僕から見ると、それは君らに聞くわけがないから、これ全部人間関係なんですね。人なんです。それで、これだけ大勢の人が幸せっていうときに、人を見て幸せだって言ってる。人との関係で幸せだって言ってることは、これひっくり返すと人との関係で幸せになるっていうことですよね。で、人との関係で幸せになる現代社会の典型がいじめ問題だと私は思ってるんです。それどうして、それじゃあ僕らの頃もいじめあったんですよ。子供のいじめどころの詐欺じゃない、大人のいじめすごかった。でっち奉公なんて聞いたことあるかどうか知りませんけど、先輩たちがみんなでいじめる、後から入ってきたやつ。これはね、日本だけじゃありません。亡くなった米原真理さんに聞いたことあるけど、旧ソ連でも、新兵ですね、兵隊、軍隊に入ってきた人が、旧ソ連全体で新兵、新しく入ってきたやつが100人ぐらい自殺するって言ってました。いじめで。で、僕らは子供の頃、軍隊に入るとどうなるかってよく知ってまして、殴られるって言われた、まず。殴られるってことですよ。もうそれが軍隊の常識だった。それを軍隊では私的制裁と呼んで、確か東条さんが陸軍大臣の時に、私的制裁はこれを厳重に禁止するという通達を出してるはずですけど、あんな通達一切関係ない。それでね、その軍隊もそうですし、学校もそうなんだけど、基本的に人間関係の世界なんですね。人間が集まってる世界。それも何らかの理由で機械的に集められちゃった世界なんです、人が。そういう集団を作ると、好きで集まってるのは別ですけど、それでもいじめ起こることありますよ。一番すごいいじめはあれでしょ、君らはもう全然知らないかもしれない、赤軍派でしょ、ね、最初20人ぐらいの集団がお互いじゃないんだけど内部で殺し合いが始まってっていう形になる。それでそういうことなんですけど、僕ね、もうずいぶん前にいじめが話題になった時に書いたことありますが、これはね、ある人が自分が中学生の時にいじめられた経験を本にしたことが、10年経って14歳だった時のことを24歳になって書いた。で、僕もいじめられるって経験を今の人がどういうふうに見てるのかなと思って、その本読んだ。その本を読んだ時の印象と皆さんがここにアンケートで答えた印象が非常に似てるんです。その本の中に一言も出てこなかったことがある。それを端的に言うと花鳥風月なんです。花であり鳥であり風であり月なんですよ。つまり広い意味の自然なんです。人の世界でない世界っていうものがほとんどないんだっていうことに気がついた。そうすると子供の世界でそういうものがないと何が起こるかっていうと、人間の世界が大きくなる。そうすると人間の世界のいい点と悪い点が大きくなります。だから皆さんは特別なトラブルがなくて今生きたら幸せだというのは分かるんです。問題は不幸せな時ですよね。人と人との関係が世界を占めちゃって、僕らが不幸せだった時はどこへ逃げ場があったかというと、解剖をやってりゃ死んだ人です。
死んだ人見てると大抵の不幸は飛んじゃいますね。ざまあみろ俺は生きてるって感じですからそうでしょうそこまで極端に思わなくたって、要するに亡くなった人って実は自然なんですよね。そうでしょ。だからそういう自然の世界っていうのは人間の世界と別にあるんです。このデカルト心身逃げるのじゃないんだけど、僕世界二つあると思ってまして、えらい苦労して自分がなんかいろんなことであれしたら一番いいのは虫見てるんです。そうすると苦労していることがなんとなくバカみたいに見えてくるんですよ。俺がいくら苦労したって虫は勝手に生きてるわ。もう目の下が今猫見てますけど、猫見たらわかるでしょね。今日は今私こうやってここに来てますけど、うちの猫出てくる前何したか、女房のベッド占領して寝てましたよだからよっぽどうちの家族よりは猫の方が勝手に今ましてる。あれ見てたら人間関係のごちゃごちゃってバカらしくなってくるんですね。あいつらちゃんと平気でそれでも一生生きてるんですよ。ちゃん虫なんてもっとそうでしょ。ところがこのアンケートを見る限り、皆さん方の幸せはいいんですけど、それを決めているのが人なんですね。そうすると人だけに幸せをかけると僕は危ないっていう本能じゃないんだけど、そういうものを持ってるんです。なぜかっていうと、まあ当たり前なんですけど、考えてみれば、いつも言うんだけど、小学校2年生で私は終戦なんですよ。戦争が終わった。小学校2年以前の世界っていうのは大変な世界ですよ。本土決戦、一触玉砕で、それこそまなじりを消して滅私奉公、わかります、私を滅して公に奉ずると、こうなって、そういう世界が小学校2年生境にひっくり返っちゃった完全に。そうですね、今度は平和で真っ赤さ万歳 でそれやってると、人を頼ると危ねえよっていうのは、どっかでそんなこと思ったわけじゃないですよ、子供の時に。だけど感覚的に入っちゃった私の中に。そうすると信用できるのは生きてる患者さんじゃなくて死んでる人です。そうですね、生きてる患者さんはどんな嘘つくか分かんない。払いたいって言っても本当は痛くないんじゃないかとか、そこから考えなきゃなんですよ。そうでしょ。だけど死んだ人だとそれ一切ありません。一切ないっていうのは、なんて言うんだろう、冷たいようだけど気持ちもいいんですね。それでしかもそれ一切ないから、例えば死んだ人を解剖していって、よく問題が起こるじゃないですか。お腹の中からハサミが出てきたとかね。そうすると普通人間関係の社会の中では、そういうことに対してどういう表現をするかというと、あってはならないことって言うんです。そうでしょ。お腹の中からハサミが出てくるのは、これあってはならないことだと。解剖学の世界では何て言うか、出てきたものはしょうがねえだろうって言うんですそうでしょ、だって出てきたんだもん。 それが好きなんですよ私は。身も蓋もないんだけど。だからさっきの恋愛の話、また引き合いに出せるけど、恋愛についてどう思いますかと言われたら、病気だとただ一言言うわけですだってなぜかってしばらくしたら治るからですほとんど必ず治る。でどうやって治したらいいんですかって、二人一緒にしときゃ治りますよね。せいぜい一年も一緒にしといたら大抵治るだからそんなに深刻な病気じゃありません。あれで死んじゃいけませんその程度で治るんだから。ただその幸せで僕はちょっとこれが気になった。世の中全体がやっぱりだから、そのなんていう、その10年以上前のいじめの時のから始まって、その時にしみじみ思ったんです。だこれだけ花もなきゃ月もなきゃね、そういう世界の中で何が書いてあるかっていうと、家族がどういうふうに反応したとか、どう言ったとか、友達がどういう相談乗ってくれたとかくれなかったとか、そういうことだけが延々と書いてある。で私なんかそれを読んでいると、もう途中で放り出したくなる。まあそういうこともあるけどね、お宅に猫いなかったのかとか聞きたくなるんですよ。どっかで鳥が鳴いてただろう、その鳥なんだとか。そうすると世界がちょっと広がり、で私の育った頃の世界って、ちょうど人間の世界とそうでない世界が乱暴に言うと半々でした。だから人間世界のいいこと悪いこと、当然今と同じようにあるんです。友達がいて楽しかった、いじめられてひどい目に遭って、これマイナスでしょ。
で、プラスもあるしマイナスもある。自然もそうなんです。自然のプラスはいろいろありますよ。天気が良くて気持ちいい、そうでしょ、ね、こんないい日にっていうのもあるし、逆にですね、まあそれこそ3月11日の震災とか津波がいい例で、とんでもないマイナスも来ることがある。どっちもプラスマイナスがあるんですけど、人間の世界だけになった時を考えると、そっち側のプラスマイナスが自然の方がきれいに消えてますから、なんと人間の主観的な世界の中では人間世界のマイナスもプラスも倍になってるわけです。そうですね、世界が半分になっちゃって、それが広がってんだから。で、本来は皆さんは生き物ですから、やっぱり半分自然の世界がないと私はいけないような気がするんで、余計なお世話なんだけど、いろんな運動やってるんですよ。一番ひどいのが、まあ、勝手に言ってるだけですけど、お勤めの人は全員年に3ヶ月ぐらい休んで田舎行って、田んぼの草取りとか杉林の間伐やれとか言ってるわけです。で、その3ヶ月田舎に行ってますから、都会の勤めの人は。田舎の人はもちろんその間とか行くんですよ。でも数少ないからまあいいんです。で、そうやって必ず勤めには田舎で働くようにしろっていうのを年に義務付ける、国民に。で、これを平成の参勤交代と呼んでずっとやってる。誰もやってくれませんやってくれるのは田舎の人だけですでもそれ必要だなって気がするんですね。それどうしてかっていうと、さっきのこれは心と体の問題と絡んでるわけです。だから今は皆さん実はね、そういう面で言うと、皆さんが幸せって書いたっていうことは、実は多分体が丈夫だからです。20代前後で、20歳前後で体の具合が悪いはずがない。大体その辺が一番死なない年ですし、私解剖で言いますと、そのくらいの年代の人が死んでくれたらぜひくれって本当にないんですよ、死体は。死体がないって言って死なないからないんでしょうがないんですけど、それでそういうふうなことがあるから、おそらく人間関係の中だけにいても十分幸せでいられるんだというふうに私は見てます。知りませんよ、皆さんがそれで結構死ぬまでハッピーなのか。本当に世間にハマっちゃってる人って多分いるんでしょうけど、僕は少なくともそういうふうに思ったことないもん。生まれてきたのは間違いじゃないけど、なんでこんなところにいなきゃいけねえんだろうっていうのは普通にあることでしょ。それを普通にないことだと思うから悩むわけで、むしろそっちの方が普通なんじゃないかな。この世間にいて当然っていう人は政治家になってます大抵こっちは遠慮して混ぜてもらってますって感じだからね。そっちのが多いんじゃないですか、言わないだけで。うるせえ自己主張してる